森保の発言が炎上してたけど、実際スコットランドリーグと J リーグってどっちが上なんや。セルティック、レンジャーズが飛び抜けてて、それ以外は J1 以下レベルって聞いたけど、欧州に移籍しやすくなるし年俸も上がるし、CL にもほぼ確定で出れるからメリットがでかすぎるんだよな。CL ってロシアあたりがなくなったから出れたんじゃなかったか。ストレートインの枠が増えただけで、プレイオフ枠は前からあったで。スコットランドはセルティックにとってマジのぬるま湯リーグ。J は競争力があるから難しいよね。どこか一つが強いわけじゃなくて毎試合勝ち負けわからないミニプレミア。なんというかコスパがいいリーグ。奴らも日本人コスパ良いって思ってるぜ。上位はスコットランドで中位下位は J。レアルバルサ全盛期のリーガとプレミアの力関係的な。CL 出れること以外全部 J のが上。CL 出れる以外にも年俸が高いっていうのと5大リーグに見つかりやすいっていうのがあるよ。まあ、レベルに関してはセルティックとレンジャーズ以外は J 以下だけど。1分でわかる、サッカー反応集。